平野紫仕様のシンガポール旅行がファンに大反響。デートシーンのぞき見してる気分。ナンバーアイの人気メンバーである平野仕様が最新のインスタグラム投稿でシンガポール旅行の様子を披露し、ファンたちから大きな反響を呼んでいます。11月7日火曜日に更新された写真には、彼の魅力的な姿が満載で、デートシーンのぞき見してる気分。 といったファンのコメントが寄せられています。記事では、その写真からかいま見える平野の魅力やファンの反応に焦点を当ててご紹介します。インスタグラム投稿の概要。平野紫耀が11月7日火曜日に自身のインスタグラムを更新し、シンガポール、またお邪魔します、とのハッシュタグを添えた写真を複数公開しました。この投稿に対して、 ファンからは、なんて贅沢なお写真、デートシーンのぞき見してる気分、といった反応が相次いでいます。このセクションでは、具体的な写真の内容や、ハッシュタグの意味について紹介します。写真の内容。投稿された写真には、平野のソロショットだけでなく、ナンバーアイのメンバーである神宮寺雄太とのシンガポール旅行を楽しむ様子が収められています。 夜景の中でポーズを決める姿や水族館を楽しむ様子、そしてプールで楽しむ二人の後ろ姿など、多彩なシーンがファンに公開されました。各写真に対するファンのコメントやハッシュタグの記述も合わせて取り上げ、ファンたちの興奮の理由を明らかにします。お茶目な一面。平野の投稿にはお茶目な一面も垣間見ることができます。 例えば、3D メガネをかけてカメラ目線を決める写真があり、これに対してどのような反応があったのかを探ります。ファンがどのような表現で平野のお茶目な姿を評価しているのかも取り上げ、平野のファン層の広がりに迫ります。ファンの反応。ファンたちからの反応は非常に熱狂的で、 彼の圧倒的彼氏感、観、潮君に見つめられてる魚羨ましい後ろ姿もやばいといったコメントが多く見られます。このセクションでは具体的なコメントやリアクションを紹介し、なぜ彼のファンたちがこれほどまでに熱狂しているのかを解明します。シンガポール旅行の裏話。 このシンガポール旅行にまつわる裏話や舞台裏のエピソードがあれば、それらも紹介します。平野がファンに向けて旅行中に何かメッセージを発信していたのか、また旅行の目的や思い出に残った瞬間など、ファンにとって興味深い情報を含めて記事に加えます。 ヒラの仕様のシンガポール旅行に対するファンの反応は非常に好意的であり、その写真からはデートシーンを彷彿とさせる雰囲気が漂っています。彼のファンたちは彼の魅力的な一面やお茶目な姿に魅了され、その人気は今後も拡大していくことでしょう。平野の SNS を通じてファンとのコミュニケーションを深める彼の姿勢も彼の人気の一員と言えそうです。